そこに見つけた趣味の悪いお守りは十中八九あなたが私に持たせたものでしょう。忘れていたのはきっと思い出すと帰りたくなってしまうから、張り詰めていた心の柱がすっかり折れてしまう気がしてたんでしょう。乾いた風が抑えきれず東京の街に雪を降らす頃、帰りそびれた男の横にはいれかけの荷物と